旅先で美味しいコーヒー屋さんを探したり、コーヒー豆探しをしたりするのも楽しみの一つとなっています。今回は南米ペルー産のコーヒー豆を販売されているアザマコーヒーさんへと向かいたいと思います。それではご覧ください。およそ300メートル先、右方向です。この黒糖が美味しいよね。波照間島の黒糖、ちょっと…うまいよ。うたた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 たですよ。黒糖いただきます。それはなかなかうまいっすよ。まもなく右方向です。おいしい。めっちゃうまい。コーヒーを飲むながらコーヒーを、コーヒー流し込んで、なかなかですわ。じゃあコーヒーも美味しいんですけど。コーヒーも美味しいな。お口入れたらふわーって溶ける。これはこれでまたちょっと違うな。カフェインですか。うん、もうカフェインですで美味しいのってなかなか少ない。ないね。おお、うん。なかなかじゃん。美味しゅうございます。どうぞ。大きいの食べる。右です。すごいね。美味しいね。まあ、美味しい店いろいろある。およそ 1.6km 先、左方向。あれ、こっから高速乗ったことあるわ。これ通ったことあんねん、この道。ほら。ほら、そう。うん、通ってるわ。何回も来てるから、もうすごいね。この辺、そこの上あったところ高速乗ったよ。いただきます。ほら、あれ高速や。ほら、すごい。うまいな、黒糖。黒糖うまいわ、それ。なるほど。ちょっと、今度また来よう。全部もうテイクアウトだけやな。そのあそこでコーヒー交差するだけ。うん、面白いよ。いいとこで見つけたね。またゴロゴロあるね、ことはすごいよね。でもあっちの本州の方でやったら絶対入るよね、あんな店。ああ、絶対入るわ。すげえな。なんでこんな店があるの。いっぱいすごいよ。左方向、那覇方面です。おいしい。左折レーンがあります。おほほほほ、おいしゅうございます。わざわざ飲みに来てよかった。うん、正解。いや、めっちゃおいしい。 500m 左、まだ向こうか。左方向です。うまいな。おいしいね。なんかこのコーヒーであのお値段やったら安いわ。安いよ。アイスコーヒーで390円で安いね。めっちゃ安いで。
こんなん向こう行ったら600円700円ザラに取れますね。しかもこんなおいしくなくて、めっちゃ丁寧やね。いろんなことでいろんな意味で全部丁寧やったわ。コーヒーまでちゃんと引いてさ、それをいっぱいずつ入れて、入れてくれてはって、すごいね。あ、引いてってたね。本当だね。あ、おいしい、ホッとするね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいね、コメント、応援よろしくお願いいたします。また次の動画もお楽しみに。